2018年にトルコのイスタンブールにあるサウジアラビア総領事館で記者のジャマル・カショギ氏が殺害された事件でサウジアラビアの裁判所は7日死刑判決を下された被告5人を禁錮20年に減刑する最終判決を言い渡しましたサウジアラビアの国営通信によりますと裁判所は死刑が言い渡されていた5人に対し禁錮20年に減刑する最終判決を下したということです 去年12月に死刑判決が出た後、と、カショギ氏の遺族が被告らを許すと表明していて、このことが原刑の根拠となったとみられます。これによりムハンマド皇太子の関与も指摘された事件は真相が不透明なまま幕引きとなった形で、国際社会からは非難の声が上がっています。